トヨタのトランスミッション形式一覧は、トヨタ自動車が販売する自動車に搭載されるトランスミッションを系列別に並べたものである。詳しくは、トヨタ A 型トランスミッションを参照。A 型トランスミッションは、アイシンオータムウィンター製の2から6速の FF、FR、オード向けのオートマチックトランスミッションである。詳しくは、トヨタ U 型トランスミッションを参照。 夕型トランスミッションは、FF 向けのオートマッチクトランスミッションである。詳しくは、トヨタ C 型トランスミッションを参照。C 型トランスミッションは、ミッドシップや FF 向けのマニュアルトランスミッションである。詳しくは、トヨタ E 型トランスミッションを参照。E 型トランスミッションは、FF 車やミッドシップエンジン、オード向けの5速、マニュアルトランスミッションである。 詳しくは、トヨタ EA 型トランスミッションを参照。EA 型トランスミッションは、FF 社向けの6足、マニュアルトランスミッションである。詳しくは、トヨタ EB 型トランスミッションを参照。e b 型トランスミッションは、FF 社 4WD 向けの6足、マニュアルトランスミッションである。採用車種は、アベンシスラブ4カムリなど。詳しくは、 トヨタ e c 型トランスミッションを参照。e c 型トランスミッションは FF 車、4WD 向けの6足マニュアルトランスミッションである。採用車種はオーリスエリスなど。詳しくはトヨタ EE 型トランスミッションを参照。EE 型トランスミッションは FF 車向けの5から6足マニュアルトランスミッションである。採用車種は IQ など。詳しくは トヨタ G 型トランスミッションを参照。G 型トランスミッションは、ICNAI 製の4から5足のマニュアルトランスミッションである。詳しくは、トヨタ H 型トランスミッションを参照。H 型トランスミッションは、ランドクルーザー及び小型トラック向けの4から6足のマニュアルトランスミッションである。詳しくは、トヨタ J 型トランスミッションを参照。J 型トランスミッションは、 愛心車製 AG6 をベースとした後輪駆動向け6足マニュアルトランスミッションである。トヨタブランドではアルテッツア86、レクサスブランドではイズで採用されている。また、86の兄弟車であるスバル BRZ をはじめ他社にも供給されており、マツダロードスターや RX-8、日産シルビアなどに採用されている。詳しくは、 トヨタ K 型トランスミッションを参照。K 型トランスミッションは小型車向けの4から5速のトランスミッションである。詳しくはトヨタ P 型トランスミッションを参照。P 型トランスミッションは後輪駆動向けの5速、マニュアルトランスミッションである。詳しくはトヨタ R 型トランスミッションを参照。R 型トランスミッションは ICAI 製の後輪駆動車向けの5速。 マニュアルトランスミッションである。詳しくは、トヨタ S 型トランスミッションを参照。S 型トランスミッションは、フロントエンジンもしくはミッドシップエンジン車向けの5足、マニュアルトランスミッションである。詳しくは、トヨタ T 型トランスミッションを参照。T 型トランスミッションは、4から5足のマニュアルトランスミッションである。詳しくは、トヨタ W 型トランスミッションを参照。 W 型トランスミッションは i c シン AI 製の4から5速のマニュアルトランスミッションである。詳しくはトヨタ V 型トランスミッションを参照。V 型トランスミッションはゲトラグ製の6速、マニュアルトランスミッションである。ありがとうございます。